そのタイミングで筋トレしちゃダメ、筋肥大の効果が落ちてしまうタイミング7選。はい、こんにちは、筋肉系 YouTuber の山沢です。今日は朝トレに限らずなんだけど、筋トレの効果を最大限に出すにはトレーニングに適した時間帯のことと、あと最低限の栄養摂取の知識がないと筋トレの効果ってガクンと落ちちゃうんですね。なので朝トレもね、この栄養摂取の仕方さえ分かってれば効果が出せる朝トレに変わるんですよ。なので本日はこのタイミングで筋トレしたらもったいないという7選の他に、どうしたらね、より筋肥大の効果が高められるか、そのノウハウもお伝えしたいと思います。ではまず筋トレしてはいけないタイミング、その1が朝起きてすぐ。これ早朝トレーニングがなぜいけないかっていう理由がまず2つあるのと、早朝トレーニングでも効果が出せる方法が3つあるので両方伝えていくんだけど、まずダメな理由その1が、何も食べないでトレーニングすると筋肉の分解が活発になります。で、人間って糖質が足りなくてもタンパク質が足りなくても体の中で糖新生といって、糖もアミノ酸も体の中で糖を作り出せるんですけど、その材料として筋肉が使われちゃうんですね。で、早朝トレが良くない理由目の2つ目が、筋力を発揮しにくい時間帯であること。だいたい人間一番パワーが出やすい時間帯って、まあ2時から6時ぐらいって言われてるんだけど、朝6時と夕方6時で筋力比較すると、ね、6% ぐらいの差があるっていう研究結果もあるぐらいで、これはアスリートの試合に例えると分かりやすいと思うんだけど、まあ陸上とかさ特にそうだし、まあサッカーとか野球の試合でもそうなんだけど、朝起きてさ、それこそご飯食べないで自分の自己ベストが出せるかって言ったら、多分出せる人いないんですよ。徐々にね、午後にかけて体が起きてきて、やはりこの夕方ぐらいがねベストなタイミングだと思いますから、なのでなるべくね夕方筋トレしたいところなんだけど、どうしても仕事の都合上とか朝しかできない人いると思うんですね。そこで朝トレでも効果が出せる条件っていうのが3つありまして、1つ目は前日の夜にちゃんと炭水化物を摂ってること。朝仮に糖質とかご飯食べなかったとしても、人間で筋肉とか肝臓にグリコーゲンっていう形で糖を貯蔵しておけるのね。だから前日にしっかり炭水化物摂ってあげてると、翌日の早朝糖質を取らなかったとしてもね、その筋トレ中に使われる糖質ってのは主にグリコーゲンになりますから、その場合は OK。 だから前日の夜に炭水化物ちょっと控えめにしようとか抜いちゃってる人は食べるようにしてください。で、2つ目の条件が、筋トレ1時間前にプロテインを飲むこと。朝起きてプロテインだけ飲んどけばね、60分ぐらいすると血中アミノ酸濃度ってのが高くなるんですね。だからトレーニングしてる時に体にアミノ酸がたくさんあるよっていう状態を作っておくと、プロテイン飲まない時と比べて筋分解を抑えられるんですね。で、3つ目の条件が、朝トレ中にできれば EAA とマルトデキストリンを取る。これアミノ酸と糖質なことなんだけど、せめて何も食べなかったとしても、アミノ酸とそのマルトデキストリンってものすごく吸収が早いから、すぐさま筋肉のリカバリーに回ります。なので、もし朝しか筋トレできないよっていう方は、この3つの条件を満たしてね、行うようにしてみてください。続いての筋トレしちゃいけないタイミング、その2が、筋肉痛が残ってる時。で、筋肉痛が残ってる時になぜやっちゃいけないかっていうと、トレーニングしてから48時間から72時間は、筋肉の回復期間なんですね。怪我が治ってくようなイメージをしてもらえると分かりやすいかなと思うんだけど、ダメージを与えた時にさらにダメージを与えてももっと怪我がひどくなるじゃないですか。だからしっかり回復を待ってからもう一度筋トレしなきゃいけないんだけど、まあ、筋肉痛ってのは一つその目安になるんですね。筋肉ってパーツによっても回復時間が変わってくるんだけど、主に胸、背中、足みたいな大きい筋肉はやっぱ72時間ぐらいかかります。で、肩とか腕は48時間ぐらいで、腹筋みたいなちっちゃい筋肉は24時間ぐらいあれば回復する。これはまああくまで一つの目安なんですけど、もちろん普段筋トレしてない人がいきなりハードに筋トレしたら1週間ぐらい筋肉痛取れないし、逆に日頃からやってる人って、あれあんまり筋肉痛なんなくなってきたぞっていう筋肉を壊すのが難しくなってくるんで、まあ時間ってのは一つの目安になりますけど、筋肉痛があるときは筋肉がダメージを受けてるときなんで、回復を待ってからやるようにしてください。続いての筋トレしちゃいけないタイミング、その3が、疲れているとき。で、これなぜ疲れてるときに筋トレしちゃいけないかっていうと、筋トレって毎回毎回試合のようなものなんですね。前回のトレーニングより弱い負荷を与えてもあんまり筋肉つかない。つまり1回1回が大事な試合のように、自己ベストを更新しようっていうぐらいの体力レベルでやってあげないと、ものすごく疲れてる時に筋トレしてもすごい弱いダメージになっちゃうんですね。ただ当然現代人みんな疲れております。だからこの疲れにも2種類あって、その判断の仕方ってのがあるんだけど、例えば1日中パソコンやってたりさ、動いてないのに疲れるんですよ人間。それって精神的なストレスに当たるんですね。もう一つが肉体的な疲労。じゃあ例えばさ、暑い日にプールに泳ぎに行って何時間もさ遊んでたらさ、その後めちゃくちゃ疲れてるでしょ。それってもう肉体的疲労なんですよ。ただもちろん仕事上かなり体を使って肉体が疲れる、まあ、そういう方もいらっしゃると思うんで、体力のレベルってそれぞれなんだけど、この見極め方は、筋トレを始めて気分が上がっていくようだったらそれは筋トレしてもいいよっていうサイン、肉体的にはまだ余力があるっていう証拠なん
だけど、筋トレを始めてこうアドレナリンが出てるにもかかわらずしんどいな、だるいな、そう感じる場合は本当にもう肉体が疲れきっちゃってますから、その状態でトレーニングしてもやっぱ高いパフォーマンス出せないんですね。なのでそこまで疲れてるなっていう感じる方は1日2日筋トレオフにして体が回復してから行うようにしてみてください。続いての筋トレしちゃいけないタイミング、その4が食事の直後。空腹で筋トレするのも良くないんだけど、食べてすぐ筋トレするのも良くないんですよ。なんでかっていうと、人間食事をすると副交感神経っていうのが優位になるんですね。つまりリラックスした状態になる。食後眠くなったりするでしょ。ただトレーニングっていうのは交感神経が優位な状態、いわゆる戦闘モード、興奮した状態っていうのが望ましいので、食べてすぐは避けた方がいいのと、あと胃にたくさん食べ物が残ったままトレーニングすると血流が筋肉に回っちゃうんですね。つまり消化不良を起こしますから、食べてすぐねハードな足トレとかはほぼ 100% 気持ち悪くなっちゃうんで、もうがっつり食べる場合はやっぱ3時間ぐらい空けたいし、仕事上ね難しいよっていう方は、まあ、おにぎりとかねバナナみたいな消化が早いものだったら1時間前ぐらいでもなんとか大丈夫かなと思います。続いての筋トレしてはいけないタイミング、その後が性行為の後。これはもう一人でする場合も二人でする場合も一緒なんだけど、これもう男性だったらわかるよね。その行為そのものが問題なんじゃなくて、射精した後って一気にテンション下がるでしょ。あれ興奮するな、ムラムラするなっていう状態はどん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 こうテストステロン高まってってね、その状態はいいんですよ。でも出しちゃった瞬間にヒューンってなっちゃうから、できれば彼女とこれから会うとかっていう時はもうその前に筋トレを終わしちゃいたいし、あちょっとムラムラするな、エロ動画見たいなってそう思ったとしたら、その気持ちのままジムに行っちゃった方がめちゃくちゃ高いパフォーマンス発揮できますので、もう一人でする場合ももう筋トレしてちゃんと栄養をとって、その後だね。ただまあ必ずしも先にしちゃってトレーニングしたとしても効果が出せないわけじゃないから、どうしてもしたい時はしてください。続いて筋トレしてはいけないタイミング、その6が怪我をしてる時。これね、もう僕も自分自身にも言いたいんだけど、やっぱモチベーションが高い時ってさ、たくさん筋トレしちゃうじゃん。でどっか痛くなってくるんだけど、そのモチベーション高いままどうしても続けちゃうでしょ。だけどその筋肉の痛みだったらまだ回復は早いんだけど、肩とか肘とか関節の痛みって痛いまま続けると本当に治らなくなってくるんですね。そう、僕も今高頻度で腕とか肩やってるから、やっぱ今ねこの肘を痛めてて、そうなってくるとやっぱ完全に休みたくないから軽いので追い込むかみたいになるんだけど、結局軽いのでやってても怪我は治らないし、軽いからね成長はしないんですよ。維持みたいになっちゃうから、だとしたら思い切って痛みがなくなるまでね10日、2週間、3週間ぐらいかかる場合もあるけど、痛みが出るエクササイズを避けたり、完全にその部位を休養してあげるっていう方が結果的にはまたハードに追い込めてね筋肥大につながるかなと思います。僕もね2頭はちょっと休もうかな。さあラストになりました。筋トレしちゃいけないタイミング、その7が飲み会の日。やはりですね、このアルコールっていうのは筋タンパクの合成を下げちゃうんですね。つまりせっかくトレーニングして栄養を取ったとしても筋肉がまあつきにくい環境になっちゃう。なのでもちろんお酒飲まないに越したことはないし、でも付き合いでねもうこの日飲み会が入ってるとかってなったら、もうその日はオフにしようって決めちゃって筋トレしない方がベターかな。まあとはいえでもアルコール好きな人ってのはアルコールやめられないと思うし、まあ僕の周りでもねお酒飲みながら僕よりすごい体してる人っていっぱいいるから、必ずしもダメとかっていうことではないんだけど、まあ、せめてね筋トレする日だけはアルコール控えるといいんじゃないかなと思います。はい、といったわけで本日の筋トレしちゃいけないタイミング7選いかがだったでしょうか。今日みたいな動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、筋トレ頑張って。